その他の地域でも厳重に警戒するよう呼びかけています。それでは三重県内の現在の様子を津放送局からお伝えします。はい、では続いて三重県の状況を津放送局のスタジオからお伝えします。三重県は現在すべての地域に大雨の特別警報が発表されています。はい、お伝えします。放送局前です。津の中心にいません。吹き抜ける風でこの歩道の水たまりもほとんど乾いている状態です。そして風も幾分弱まった印象があります。ただ風向きが変わっています。つい先ほどまでは東からの風でしたが、今は南からの風に変わっています。暖かく湿った風です。津市白山で午前1時までに436ミリと平年の8月1ヶ月分の2倍以上になっています。大雨による災害の恐れが高くなっているため、四日市市は市内全域の13万世帯余りに、そして鈴鹿市は市内全域の8万世帯余りに避難指示を出しています。また松阪市は三渡川流域と雲津川流域の合わせて5600世帯余りに避難指示を出しています。津放送局前からでした。画面は変わって津市の中心部を流れる阿能川の現在の状況です。津市はこの阿能川と岩田川、そして雲津川の流域1万7000世帯余りに避難指示を出しています。阿能川の川の水の量多い状態が続いています。また亀山市や紀宝町の一部にも避難指示が出されています。津市や伊賀市などでは住宅合わせて32棟に床下浸水の被害が出ています。各地で避難勧告や避難準備情報が出され、自治体は早めの避難を呼びかけています。安全な避難が難しい場合は、頑丈な建物や建物の2階以上の高いところへ避難した方が安全な場合があります。あらかじめ安全な場所を確認しておくことも重要です。では続いて四日市市からの中継です。